じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、この動画は阪神の大山選手、そして、楽天の茂木選手、阪神原口です。あ、すいません、力みすぎだから。もう一回、何力んでんのかなと思った大山取ったはずなんだけどなと思ったそうですね、大山選手です。まだお前10個中だとかなどうのこうの話からあそうだ、まあまあ原口ね、この動画が出る頃にはもしかして手挙げてるのかもしれない、まあ、手挙げとけばいいもんな、ね、阪神の原口選手、そして、楽天の茂木選手が手を挙げたと、はいはい、こういうことなんですけれども、はい、まず阪神の原口選手、はい、まあ、熟考した結果やっぱり自分は試合に出たいと、まあ、代打ではなくというところでの宣言残留という形になりました。宣言残留？はい、残留宣言？残留してないって。してないです。あ、そうだ、残留。もう何が動揺してんだだいぶ。してない。なんかあったんかも。宣言？行使したんだけでしょ。行使して、あの、残ってもいいですよっていうのは、まだそんなの分からない、球団が出すことだから。分かんないのか、分かんないのか。何言ってんだ、自分が宣言して残留宣言しますみたいな、そんなやつはいないから。宣言残留も視野に決断っていう、もちろんそうですよね、そう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 、そうですよね、うん、なんか動揺してんだ大丈夫か、もうあの取り直ししなくて、 お昼のお寿司が今聞いてきて、聞いてきた、眠くなってんじゃないのそうです、俺かいや原口は、はい、もうとにかくキャリアを積みたいというね、うんうん、で待ってるだけじゃ嫌だという、はい、でいろいろ大病もありながらね、まあ、阪神にお世話になり、はい、まあ、そろそろ恩返しができたんじゃないかということで、うん、おそらく、まあ、こうもっと試合に出れるところを探して宣言したというね、うん、はい、まあ、言われてるのは一番は、まあ、あの西武、はい、が有力じゃないかっていうふうに言われてるんだよね、はい、で、まあ、埼玉出身で、出身は言うなってそこ突っ込まれてとかあって、はいはい、原口の体調だとかいろんなことを考えると、はい、やっぱ守備についてっていうのはちょっときついと思うんだよな、うん、はい、でも DH で勝負ができるところっていうのは、うん、外国人に失敗し続けてる西武がいいのかなっていう、はい、まあ、原口は期待に応えてくれると思うよ、あの、ね、彼は勝負強い、ね、勝負強いし、うん、で代打で付き合ったものがあるから、はい、おそらく DH でも俺は花を咲かすんじゃないかなっていうようなね、あ、はい、まあ、そんな感じもするし、うんうん、だから俺はなんか人としても好きだしね、はい、原口は、うん、だから頑張ってほしいなと思う。これ、まあ、西武って決まったわけじゃないよ、まだ。そうですね、そうですね、決まったわけじゃないけども、はい、DH があるところがやっぱキャリアを積みやすいんじゃないかなっていうような感じがするよね、うん、まあ、それと DH じゃなくてもファーストとか、はい、まあ、彼は守れるからね、うん、まあ、キャッチャーはもうさすがに無理だと思うけど、うん、まあ、ファーストぐらいだったら守れるかなっていうような感じがするよね。原口選手が第一条件って出すのは多分各球団にそれやっぱりスタメンというか最初から出続けること、まあ、出る試合数がチャンスが多くあるチームに行きたいということだろうね、うん、まあ、阪神はほぼほぼもうレギュラー決まってるし、うん、はい、まあ、代打で控えてるしかないしね、うん、まあ、その中でやっぱりいい結果を生んでるし、はい、で最後なんかホームランで締めてるしな、だからまだまだパワーあるし、そうですよね、うん、だからそういう面では原口はどっか取ってほしいなと思う。確かに、まあ、西武は DH で来てください、で他球団は代打でっていうふうになると原口選手的に代打だとまたちょっと話が違うなっていうような感じがするよね、うん、そうなってくるとそこにのチームには行きづらいのかなっていうことになりますよ ね、でもし他球団とのなかなか話し合いがまとまらなくてやっぱり阪神さんにお世話になりますっていうことも、うん、もうかなあるよ、ね、ありますよね、まあ、でも日本ハムも、はい、まあ、阪神出身だし、うんうん、で DH もできてファーストもできるってなると、はい、まあ、取っても面白いよね、日本ハムもね、うんうん、やっぱ勝負強いからな、そうですね、それはやっぱり魅力はあると思う、うん、そうなってくると例えばちょっとレイエスなんかとこう DH でこう使ったり併用したりっていうことになるんですか、ね、まあ、レイエスもいるからな、はい、そうなんですよね、そうファーストにアリエルいたりとか、ちょっとないな。あ、清宮もいるんだろう、はい、まあ、サードでもいいし、そしたら軍事もいるし、そうなんですよね、楽天かじゃ楽天そうか、なるほど、楽天だったらチャンスあると思う、チャンス DH あると思う、うん、あるある、おお。ってなるとやっぱり DH があるパリーグに絞られてくるのかなっていう、ね、まあそうだよね、だから一番しっくりくるのはやっぱこう西武かなってですよね、あ、まあね、出身、まあ、球場の広さとかもあるし、うん、原口のパワーをもっとすれば、はい、まあ、狭い感じの
する球場だしね、はい、だからいいかなと思うけど、あの雰囲気とかその環境とかもすごく懐かしさというか、ちっちゃい時思い出したりとか、まあ、空気感がな、まあ、小さい頃思い出して野球はやんないと思うけどもう無理やりもお前地元感もう捨てなさいもう本当地元感出すよね、地元いいですよ、地元はいらないもん、地元いらないこの際もいらないもん、やっぱり自分のキャリアだからそれがたまたま地元に近かったというだけで、だけの話だって、だからそれはもう捨てなさい。もうじゃあ、DH のある仮に原口が関西人でも、うん、それはやっぱこうキャリアを積むためには、うん、武者修行に出ようとするよ、まあ、そうですよね、特に縁がない土地だとしても関係ないはないですもんね、関係ない、確かにこれ私が言ったじゃないですかね、今耳元で奥様のサインだって、奥様は奥様横須賀じゃなかったのか、それは別動画だよ、それ別動画、石川投手、そう、まあ、本当か、はい、埼玉、飛んで埼玉ですよ、本当に、とんでもない埼玉、いや、とんでもない、飛んで埼玉、飛んで埼玉、いや、そうか、なんかじゃあ、あるのかなっていう気もしないでもないですけどね、まあ、これは2つ揃えばな、もう鬼にかしょうがないよな、しょうがない。そうですよね、もうとなると、ね、ライオンズのユニフォームっていう可能性も原口選手あるのかなと、あるな、うん、思いますね、まあ、本当にファーストと DH、はい、どっちにしろな、いいもんな、いやそうですよね、うんうん、今西武なら空いているというか、まあ、そうだね、はい、まあ、それと、まあ、そうなってくるとクリーンアップ打ってそうだしな、あそうですね、うん、ちょっと走り込んでほしいけどね、ちょっと、ね、ちょっと重そうだからね、そうなので、ね、キレを、体のキレを、キレを出さないとそうですね、そう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 、さあ続いて楽天の茂木選手が FA 権行使へということで、はい、石井さんが宣言残留認める姿勢、すでにヤクルトが獲得調査へ乗り出しているという記事です。はい、茂木選手出ましたね、うん、バッティングは買う、うん、バッティングはいい、はい、思い切りがいいわこの子は、うんうん、だけどやっぱり守備はな、ちょっとムラがある。いい時悪い時もです、うんうん、それと体が疲労するっていうよりも、うん、精神が疲労するタイプだな。あ、メンタルから来ちゃう。メンタル、それはやっぱり守備から来るもんだと思うよ、はい、彼の場合は、うん、だからサードとかだったら無理だと思うよ、うん、あ、そうなんですね。もうちょっとはっきり言い過ぎかもわかんないけど、はい、ファーストで出続けるっていうのはありだと思う、はい、サードはねちょっときつくて精神的に参る可能性が、でもバッティングは使える。だから俺が考えてたのは、はい、今日夢に出てきたんだよ。え、いや正直言って、え、茂木選手ですか、うん、あ広島は合うなみたいな、カープ、お前カープ来たんだみたいな、そんな夢を見たんですか。見た、あれだカープでファーストやってたよ本当ですか。いや本当に、あそうなんです。メインジ動画で近いっちゃ近いか、あのねファーストでだったらバッティングを使える、サードを予定してるんだったら俺はちょっと心配がある。そうなんです、ね、まあ、いろんな噂も流れてくるし、はい、俺らの耳にね、うんうんうん、でやっぱこう首脳陣でもずっと茂木を見てきてる選手だとか、うん、まあ、いろいろ言って話を聞く、なんであいついい選手なのにっていうようなことで話をしても、うん、それを総合してもファーストで出続けるんだったらありだなっていう、はい、ただサードはないんです、ね、うん、ということは広島が取りに行ったら俺茂木に運はまだ残ってると思う。そして成功すると、成功すると、ただヤクルトが獲得調査ということは、サードでしょ、そうですね、絶対オスナがいるしそれは外せないからさ、ファースト無理ですよね、うん、まあ、そうなってくると、まあ、長岡ショートいる、サードの村上はレフト、はい、うん、ちょっとどうなんかなって思うな。なるほど。ということでヤクルトが獲得調査に乗り出しているのは、それはサードで起用したいからっていうことで調査に乗り出す。監督が幹になったからでしょ。ああ、ヤクルトラインですか。それはやっぱ繋がラインで繋がって話を聞きやすいから、あと石井さんもヤクルト、まあ、もちろんそうだよね。だから今そこら辺でのその繋がりがあるから、はい、そうなってるのかもわからないけども、うん、俺はなんか広島が本当にしっくりきてならないんだよ。夢で見てるし、ね、夢で見てんだよ。なんで茂木が出てきたんだって、何しに出てきたみたいな俺の見て、そう、何かね、正夢なのか。そうそうそう。でも実際問題、カーブはこれは獲得調査とか取りに行きたいって乗り出すんでしょ。だから堂林と併用にしたらいいよ、はい、ファースト、はい、で堂林と総壁ぐらいのバッティングがあるし、はい、どちらかというと茂木の方が思い切りはいいかもわからないね、うん、堂林より、はい、だから左は堂林、右は茂木っていう
決めてもそこ開けとくと。あ、なるほど、うん、まあ、外国人にとったら2人とも飛ぶんだろうけどさ。そうですね。まあだけど広島は取ってて悪くない選手だというふうに俺は思った。うん、うん、ただパ・リーグの中では移動しないような気がする。あ、そうなんですね。行くとしたらセ・リーグ、うんうん、だからまあヤクルトが調査に出てるんだったらヤクルトか、はい、俺は広島だったらなんとかなりそうな気はするけどな。あとランクが、新井監督が見ててくれたらいいけどな。あ、そっかそっか、茂木選手、あ、この動画をですよね。そうそうそう、そうですよね。そら茂木ぐらい見てるよお前、新井監督。確かに新井監督だって見てるけど、この動画は見てくれる。俺のことをこう信用してくれるといいけどな。確かに、まあ、今この動画の時点ではまだ大山選手の動向がわからないんですけど、まあまあわからない、ね、まあ、カープはね一応大山、まあ、選手調査してるっていうところもあるので、さあその兼ね合いどうなるのかっていうところと、あと茂木選手がヤクルトは代打でも使えると思うよ、はい、青木が抜けてるし、はい、で川端もちょっと非力な部分があるから、はい、だから左でパンチの効いたやつって言って言ったら、はい、でも茂木とこ置いとくと相手は嫌だろうね、うん、そういうのもありますよね。そういうのも試合に入れるんだったらヤクルトでもいいと思う。ただサードのレギュラーっていうふうに考えてるんだったら、うん、もう少し調査をしてみてた方がいいのかなっていうふうには思うけどね、うん、あとは C ランクということなので、うん、まあ、あの人的保障などないと、ないよね、はい、そういうところ、まあ、取りやすいよな、はい、のかなと、まあそうだね、うん、思いました、うん、まあだけど一長一短あるからな選手はな。そうですね、まあ下手で使えないっていう選手じゃないんだよ、うん、メンタルの部分だよね、うん、だ強くなるといいけどな。そうですよね、まあ、あとリーグが変わったりチームが変わることで何かこうきっかけだったりとか、まあ、まあそうだね、うん、森はどこ出身だよ。出身あれだけ気にしない。え、小金井。小金井、東京の小金井。いいな、小金井です。小金井、小金井じゃないんだ。誰かの姉ちゃん呼んでるみたいな。小金井、小金井です。あの国分寺とかあっちの方です。まあ、まあ分かってる、そこまで。早稲田ですかね。早稲田か、うん、そうだな。埼玉近いですね、小金井。で埼玉は西武はないな。西武はない。それだったらもう国分町に飛ぶしかないよ、広島の。まさ夢で見てるからね。見てるから、もう広島。広島か。俺広島行ったら俺なんかこうブレイクするような気がしてならないんだ。これ本当に広島に行って豊さんの生命だったら、ちょっと年末の有馬記念の夢見てくださいね。まあ本当だよ、ね、乗っかりますから私。いや本当に、ね、いやいや、そのぐらい俺の中ではしっくりくるんだよね。カープのファーストっていう、ファーストっていう、うん、で堂林選手と、堂林もいてっていうね、うん、で外国人がまた使えないみたいな。外国人取りました。取ったね、取ったのに。お金ちょっと使ったからね。そうなんですよ、やってもらえないとね、そうです、そうです。今年こそはね外国人やってもらわないとなんですが、さあ茂木選手どういう、ね、決断を下すのか。もちろん、まあね、あの楽天に残るという可能性も最後に、まあそれは残されてるけどね、はい、でも茂木の性格だったらもう一回手を挙げてしまったら、うん、どっか来たらそっちにお世話になるのかなっていうのは、まあ、気はするけどね。うん、なんか気分転換というかちょっと自分を変えるためにっていうあるかもしれないですよね。まあ、はいはい、まあね、茂木選手は30歳、そして原口選手は32歳と、はい、まあね、30代のまだできるな、うん、まだまだ原口32歳、はい、原口選手32歳、まだまだできる原口、うん、頑張れ。そうですよね、いや本当2人ともな、うん、まだまだな活躍する姿見せてほしいです。茂木もできるできるな、うん、行ってこい行ってこい、もうね、どん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 外出てな、うん、かつあのもうね、ファンもちょっと背中後押しして応援していただけると嬉しいですね、はい。